こんにちは、乃木坂464期生の松尾美優です。今日は私がちょっと挑戦してみたいなって思っていたことをチャレンジするんですけども、2023年ですかね、秋にやったアンダーライブで清志郎さんが自由の彼方の振り付けをつけてくれたんですけど、そこでもともとハンドスプリングをやる予定だったんですけど、ちょっと練習したんですけど間に合わなくって、心残りでいいライブだったよって言ってもらえることが多いんですけど、私の中ではちょっとそれが悔しかったなっていうのもあるので、今日はそんなことに挑戦してみて、またいつかライブとかでできたらいいなって思っているので、できるようになりたいなって思います。できます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。 TSR スポーツクラブの武藤です。よろしくお願いします。お願いします。TSR スポーツクラブの辻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何をやりたいかと言いますとハンドスプリングを今日はできるようになれたら嬉しいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。柔らかいです。すごいすごい。すごい。めっちゃ綺麗。怖くなければ一回やっていただいて、そうすると今どういう状況かが分かるので。起き上がれないですか？あ、全然起き上がらなくていいです。最初からうまくできちゃうと僕の仕事なくなるんで。めっちゃ怖い。どういうのか。久々だと思う。怖いです。でも一回やったらなんか怖くはないと思います。前に倒れた時に顔が一緒にこうやって行ってたんですね。で、仕方がなくて前に立とうとするから顔が起きるのはしょうがないんですけど、極力この手ついたところを打ち続ける形、重たいところが先に起きようとするとバランスが崩れちゃうので、ここをずっと我慢するような形をちょっと意識してください。ずっと見て、そう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 、そうそうそう、これがさっきの手ついたところ、そこからこのまま、そうそう、今それが頭が起きてこういう状態で起きようとしているので、この万歳のまま戻ってくるっていう感じを、そうです、頑張って頑張って頑張って起きる、そうです。お腹と背中力を入れてこのまま立ってくる、いいように。多分その2つの感覚を意識するだけで多分最初にやった前方展開が変わると思うので、はい、あとは勢いです。勢い、勢いが足りなかったら後ろに倒れちゃっただけで、はい、その形で大丈夫、はい、そう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 こっちの方で起こすところを手伝うので、はい、姿勢をそのまま崩さないで、難しい。結構結構ですね。ああ、全然できそう。見える景色が。はい。お、かわいい。ちょっと一人です。で、しっかり足をつつらえてあげることと、手をつくところをきちんと確認をして、はい、しっかり力を、僕ら押しておくっていうんだけど、こう力をしっかり入れておくっていうところだけできれば大丈夫です。はい、
もう形にはなってる。はい。ほら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 、もう見てる。ここまで来てる。気持ちいい、助走の勢いをちょっと強めに。あ、分かりました。ここ行った。おお。うわもうこの形になってる。手ついた時にマット見てないし、はい、頭がこう来ちゃってる。そう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 。ほら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 。ここもできる、もうできる。もうできる。はい。あと最後は、はい、終わった後に。さっき言ったように終わった後に最後前を見ましょう。嬉しいです。めっちゃあんなできなかったのに嬉しい。でもなんか1年前できなかった時よりもはできるかもって思って今日来れて、ここまで怖くなくできるようになれて、まだ形とかは全然ぐちゃぐちゃですけど、もっと体を動かしていつかできたらいいなって思います。チャンネル登録と高評価皆さんよろしくお願いします。じゃあね、疲れた。あ、形になってる、形になってる。透明から見たらそっちに見える。